へお、ちーちゃん。どうも。お先にいただいてるよ。だな。ここ、座っても。ええ、どうぞ。ああ、そういやこの前ちーちゃんと二人で飲んだ時はあれで、結構ひどい目にあったんだったな。そうだったね。薬盛られて全裸で放り出されちゃって。またそうならないように注意して。なんだかもうずいぶん前のことだった気がするぜ。いろいろあったからよ。知り合いが誰もいなかったはずのハワイで、なんとも賑やかな毎日だ。そこは一番の人望よね。ほんと、あっという間に仲間ができちゃってさ。友達作るのってそんなに簡単だったっけ？それ以上に敵も多いんだけどね。確かに。私はこうしてると父と飲んだことを思い出すな。ちーちゃんの親父さんっていうと富士宮家の一番偉い人？会長って呼ばれてる。いつも仕事の取り巻きがいてね。逆に家族っていうのは彼にとってお飾りみたいなもの。お飾り？なんだいそりゃ。偉大なる富士宮グループの代表なら理想の父親として家族にも愛されてなきゃ。母や私はそのイメージを演出するための道具に使われることが多かったわけ。うちの家族写真を撮るときなんてスタッフだけですごい人数、企業の CM みたいだったからね。あんまり親父さんを好きじゃないんだね。まあそうだね。良好な親子関係とは言えない。親父さんとはよく飲んだのかい？ん？さっきその時のことを思い出してたんだろ？ああそうだね。でも父と飲んだのは一度だけ。ハワイに来る前に。しかも楽しかったわけじゃない。親と二人きりで飲むなんて気まずくない？どうかな。俺は今まで親と飲む機会がなかったもんでさ。ごめん。いいって全然。それよりじいちゃん、親父さんと飲んだ時はどんな話をしたんだい？ね、どうだったかな。会社の株がいくらになったとか、組織を再編してみたけどあれがダメだ、ここがいらないとか、そんな話。多分向こうもそんな話くらいしかなくて間が持たなかったのかもね。けどじゃあなんで二人きりで飲むことになったんだい？父から誘ってきたの。当時は私がハワイにいつまでいるかも決まってなかったし、しばらく会わなくなるから少しは親子らしくなんて思ったのかな。形だけでもさ。何でもそう後ろ向きに取るもんじゃねえぜ。私には一番がちょっと羨ましい。どこが？だって一番はご両親のこと大好きじゃない？ハワイに来たのだってお母さんに会うためでしょ？私は親をそんな風に思えなくて、それがちょっとコンプレックスだったりする。隣の芝生は青く見えるっていうぜ。親子仲に悩んでる人は結構多いんじゃねえか。俺はたまたま悩むにもそばに親がいなかっただけだし。一番がお父さんだったら多分私も娘としてうまくやれてたのにな。俺がちーちゃんの？いやまだ俺そんな年いってねえって。けど大して年変わんないと思うよ。父は今50過ぎ、一番は40半ばってとか。なるほど、確かにそんな変わんねえんだな。一番とお酒飲むのってなんだか落ち着くね。そうかい。俺もちーちゃんと飲むの楽しいぜ。だからもう
薬持ったりしねえでくれよな。何の話だっけそれ。ごめんね、もう忘れちゃった。さすが、そういうとこが大物だよな、ちいちゃんはよ。よ、ちいちゃん、さっきは何かあったのかい？もしかして話聞こえてた？いや、そうじゃねえけど。そっか、さっきの電話相手はジーヤ、私のことで不穏な噂を聞いたって言ってきて。ちいちゃんの不穏な噂？今さらなんだけど、私が人のパスポート盗んで第五地区へ入ったって話。噂っていうか事実なんだけどね。人のパスポートってそれ俺のやつのことだよな。その話がどういうわけかジーヤの耳に入ったみたい。バラクーダの巣窟に私が行こうとしてたって。でもそりゃもうとっくに済んだ話だし、ジーヤさんには人違いとか言ってしらを切りゃいいだろう。そうしたんだけど、ジーヤとしては噂を聞けば聞くほどお嬢様の特徴と一致するって動揺してるの。あとは私が何言っても信用してくれなくて。いや、しかしよ、そもそもジーヤさんはどこでそんな噂聞いたんだ？ハワイにはろくに知り合いもいないんだろう？そこについてはちょっと甘く見てたみたい。ジーヤ誰にでも腰が低くてコミュ力高いんだよね。それでいつの間にか友達もできてて、私の噂についてはジェフから聞いたみたい。ジェフ？もしかしてあのタコス屋のか？盗品買い取ったりしてた。そういうこと。ジーヤはランチはしょっちゅうあそこのタコスを食べてたらしいの。ジェフが多少いかがわしいことも承知で楽しくおしゃべりする仲なんだって。すげえな、元格闘家で富士宮家の執事、おまけに年取ってもコミュ力旺盛って。はっきり言って見くびってたよね。ジーヤがどんどん私に迫ってきてる。いっそ俺らのパーティーに引き入れちまうか。元格闘家なら頼もしい仲間になりそうだし。もうそんな年じゃないよ、だって77歳だよ。いや、まあ仲間にしちゃえばちいちゃんの行動も秘密にしててくれるかなって。何にしても今すぐジーヤが私を見つけるってことはないだろうし、慌てないようにしてる。でも待てよ、そうなると今度はジーヤさんが危ない目に遭ったりしねえか心配だぜ。どういうこと？ジーヤさんはちーちゃんが第五地区に行ったらしいって噂を聞いたわけだろ。ところがちーちゃんはそのことを認めようとしない。この後ジーヤさんはどう動くと思う？わかんない。俺がジーヤさんだったら自分の足で第五地区に行って噂が事実か確かめる。え？で、その証拠をつかんでからちーちゃんに本当のことを問い詰めるんだ。そんな、でもあそこはおじいちゃんがフラッと入れるような場所じゃないし、他人のパスポート盗んだり悪徳警官の協力がなきゃ先に進めないんだよ。ああ、けどそうとは知らないジーヤさんは大事なお嬢様の足跡を追っていこうとする。だからその時バラクーダのチンピラなんかから痛い目に遭わされねえかなって。そっか、参ったな。じゃあとりあえずまたジーヤに連絡してみる。もし第五地区に行くようだったら絶対行かないように言っとかなきゃ。悪い、俺のせいで不安を煽っちまったか。ううん、そんなことない。私がそこまで頭が回らなかっただけだから。確かに一番の言う通りだよね。
今日はなんだか首相だな、じいちゃん。かもね。私がじいやを心配する日が来るなんて。そう思ったら時の流れを感じちゃってさ。じゃあ覚えときな。そういう時に飲む酒はしみるぜ。知らなかった。じゃあ試してみるね。お。へお、じいちゃん。うん、よかったらまた一緒にどう？おう、ご相伴に預かるよ。私、日本にいた頃はこんな風に飲まなかったんだよね。男の人と二人きりなんて。へえ、意外だな。じゃあハワイに来てガラッと変わった？まず一番とは出会った時に茜さん家で飲んだよね。その後は確かドワイトとも二人きりで。ドワイトってバラクーダのか？他にいないでしょ。ああ、そういやそうか。第五地区に潜り込もうとしてたんだもんな。女の子一人で無茶するよ、あんな治安も何もねえ場所で。一応一通りの護身術は仕込まれてたから、富士宮家の箱入り娘としてね。師匠が良かったの。だから多少の危険ならしのげるって自信はあった。師匠と言っても私にとってはジーヤでさ、生まれた時からずっとそばにいてくれた人。ジーヤがいたんならもちろんバーヤもいたのかな。まあね、身の回りのことは自分でやろうとしない限り何でも使用人がやってくれてた。へえ、やっぱそういうの聞くとご令嬢なんだなって思うよ。その分うちの両親は子育てのもろもろ全部各担当者に任せきり、今まで私が身につけた大半は彼らに教わったものね。ちなみにジーヤは今ハワイに来てるよ、私のお目付け役としてね。じゃあ今頃ちーちゃんのこと心配してるんじゃねえか。でしょうね。ハワイに来たばかりの頃は一応私も定期的に顔を見せてたんだけどさ、最近は今忙しくて会えないからしばらくジーヤも羽伸ばしといてって言ってある。それじゃあジーヤさんも困るだろうに。一応スマホにメッセージは送ってるよ、毎回今日も異常なしってね。じゃあ実は俺らと一緒に喧嘩三昧とか本当のこと聞いたらひっくり返っちまうな。ジーヤさんは今いくつなんだい？77歳。ずいぶんスラッと出てきたな。この間誕生日にプレゼント送ったとこだし、私ジーヤには昔から手を焼かせてきたから少しはいたわってあげなきゃ。これが私のジーヤだよ。思ったより可愛いおじいちゃんだ。でしょ？武道とかやってる人もっと怖い見た目になりそうだもんね。でも私が少しからかったりするとすぐはにかんだりしてなんだか可愛いの。そっか、なるほどな。昔は日本中で武者修行とかしてたみたい。嘘か本当か、北海道で熊を投げ飛ばしたんだって。なバカな。けどユーモアがあることは間違いねえ。父や他の使用人はいつも澄ました感じでいたけど、ジーヤだけは別。ちゃんと笑える冗談言えるのはジーヤしかいなかったし、私がバカやってもいつだって笑って許してくれた。ずいぶん助けてもらってたんだな。そうだね、ジーヤなら一番やみんなとも仲良くなれると思う。自分よりずっと若い使用人たちにも腰が低いし、頼まれ事は断れない、おとなしい性格だから。かわいそうにみんなから私のお目付け役を押し付けられちゃった。
どうしてるかな、ジーヤ。一人でハワイを楽しんでくれてればいいけど。だったらいいな。できたら顔見せて安心させてあげたいよ。でも私が今ハワイで何してるか家に知られたくないし、78歳の誕生日にはもっといいの送るから、その時またいたわってあげるつもり。ちなみに77の誕生日には何を送ったんだい？スマートウォッチ。ああ、あれだろ、腕につけてると脈拍とか血圧とか測れるやつ。心臓に異常があった時なんかも知らせてくれるみたいね。お年寄りに送るにはいいチョイスだよな。それに GPS もついてるから私も安心。何が？もしジーヤが私を監視しようとこっそり近づいてきてもすぐにわかる。そんな扱いしちゃかわいそうだろう、ジーヤさん。かもね。お邪魔かい、ちーちゃん。うん、もちろんそんなことないけど。けど？さっきね、ジーヤから連絡があってさ。お忙しいでしょうが、そろそろお顔を見せてくれませんかって。ああ、ジーヤって富士宮家の一番たちと動くようになってから、私もうずっとジーヤと顔合わせてないんだよね。じいちゃんのこと心配してんだろうな。そうだね。しかもじいやが言うには、千歳様は私に何か隠してる気がするってさ。私は普通の留学生として平穏無事ですよって返事しといたんだけど。それはじいやさんの勘の良さを褒めるべきだな。大したもんだぜ。さすが私の師匠だよ。なら一度会って元気な顔を見せてあげたらいいんじゃねえか。けど直接面と向かったらいろいろ探り出されそう。ジーヤは本当に勘がいいから。で、私に何か異常を感じればジーヤは立場上すぐ家に報告するでしょうね。つまり私にしてみれば、ジーヤと直接会っていいことはあまりないわけ。いっそ俺らのパーティーに引き入れちまうか。腹割って話せば味方についてくれるかもよ。それで富士宮家にも口を閉じててもらう。多分そういう風にはならないと思うよ。ジーヤは父との関係が長いし、忠誠心も強いからね。このままジーヤさんのことはほっといていいのかね。向こうからもちーちゃんを探しに来るんじゃねえか。その点は多分大丈夫かな。ジーヤはスマホもやっと最近使えるようになったお年寄り。ハワイに私以外の知り合いもいないし、だから一人で私のことを探し出せないと思う。まあそういう事情もあって、私は今みたいに自由にやれてるんだけど。ジーヤさん確か喜寿だっけ。じゃあやっぱ気の毒だな。ずっと一人で心細いだろうに。私もそう思うけど、もう少しだけこのままやり過ごしちゃおっかなって。せめてスマホに何かいつもと違うメッセージでも送ってやったらどうだい。どういうこと？いつもやり取りしてるのは文字だけなんだろ。そこに動画とか写真とかを添えるんだよ。ふーん。でもどんなやつを送れって言うの？仲間とみんなで集合写真撮って送るんだよ。私は今こんな人たちと一緒に行動してますってな。それってどうだろう。私がこわもてのおじさんたちに囲まれてる写真になるよね。かえってジーヤを心配させることになるし、結局洗いざらい説明しろって言われそうじゃない。直接会わなくても元気な顔見せりゃジーヤさん安心すると思うぜ。そうだよね。わかった、ちょっと考えてみるよ。でもおかしな話じゃない。親は私に無関心で、
ジーヤだけが気をもんでくれてるんだから。うん、そうだな。血のつながりだけが家族じゃねえ。ジーヤさんの話を聞いててやっぱりそう思ったよ。実際俺も育ての親とは血がつながってなかった。春日次郎ってカムロ町でソープの店長やってたんだ。それでも親子の情は確実にあったぜ。少なくとも俺はそのつながりを感じてた。一番、誰か一人でも自分を気にかけてくれりゃ、それが家族ってもんなのかもよ。そうだね。ありがとう一番。あ？ジーヤが家族とまで思ってくれてるかはわからないけど、私にとって大事な人なのは間違いない。だからたまにはメッセージだけじゃなくて電話でもいいから直接話してみようかな。それ悪くないと思うぜ。必要なら写真とか動画も送ってみる。一番のアドバイスに従ってね。そんな風に言ってもらえたら俺も話した甲斐があるってもんだ。今日は勉強させていただきました。よ、ちーちゃん、どうしてる？うん、ちょっと。ねえ、今少し話せるかな、一番。ん？それ、もちろんいいけどよ。どうした？顔色悪いな。何かあったのかい？それが、私のジーヤの件でね。急に連絡が取れなくなっちゃったの。富士宮家のジーヤさんだよな。連絡取れないって。電話がつながらなくて、スマートウォッチの GPS も電源入ってない。今まで一度もこんなことなかったのに。もしかして自分の部屋で倒れてるとか、発作が何かで。うん、ジーヤはホテルに住んでるんだけど、電話してそこのホテルマンに様子は見てもらった。部屋には特に異常なくて誰もいなかったって。となると、もしかしたらジーヤ、私を探そうとして何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかなって。ほら、前に私が第五地区に出入りしたことジーヤが聞いて心配してるって話したでしょ。ああ、そういやタコス屋のジェフから聞き出したんだっけ。ジーヤさん、いつの間にかジェフとダチになってたんだよな。そうそう。なら待てよ、ジェフならジーヤさんがどこにいるか知ってるかもしんねえぞ。うん、今一番と話してて私もそう思った。ならとにかく行ってみるか。ジーヤさんの無事が確認できるや、ちーちゃんも安心だもんな。ごめんね一番、私迷惑かけてばかりで。今はそんな話してる場合じゃないぜ。ジェフのタコス屋だ。ジーヤさん、毎日あそこで食ってたんだっけ？毎日とは言ってなかったけど、友達になるくらいには通ってたんでしょうね。よー、ジェフ、俺のこと覚えてるか？ああ、覚えてるよ。一緒にいる姉ちゃんも、あんたら派手に第五地区を騒がせたって？さあ、そんな話もあったっけな。それよりちょっと聞きたいことがあるんだ。当ててやる。また人を探してるってんだろ。気味悪いな。なんでわかったんだよ。最近その手の話が多くてな。人を探したいのはあんたらだけじゃない。ほら、今こっちに来るあの人もそうだ。ん？あれ？おい、ちょっとじいちゃん、あの人ってもしかして。じいや、千歳様、ようやくお会いできました。やっぱり
そうだよな。でもなんでここに。こちらからしつこくお願いしても千歳様はジリアにお会いくださらない。会うためには策を講じる必要がございました。策。いかにも老執事が突然音信不通になり、スマートウォッチも電源が切れてしまった。そんな時千歳様が何を考えどう動くか、それがわからないようで執事は務まりません。案の定私ごときのために千歳様はご自身で足を運んできてくださった。じゃあもしかしてずっとここで私が来るのを待ってたの。可能な限りは。私が不在の時にはシェフが千歳様の居所を追ってくれる手はずでした。シェフが。なんでそこまで。女お年寄りに心配かけるもんじゃねえぞ。俺はすっかりこの人を気に入っちまってね。いつも来るたびに俺のタコスをうまそうに食ってくれるんだ。で、彼が大事にしてるおてんばな御霊場探しを少し手伝ってやろうと思った。もしここにお前さんたちが現れたら絶対逃がさねえように手下も待機させてな。え、あれ、おい、なんだよ、みんな殺気立っちゃって。こいつらもじいさんのことが大好きなんだ。タコスが好きで金払いもいい。おまけに80近い今もめちゃくちゃ喧嘩が強え。シェフから話は聞いている。千歳様を血眼になって探していたもじゃもじゃ頭の日本人、それがお前のことであろう。え、あ、そりゃ確かにそうだったけど、今はほら仲間として一緒にいるだろう。富士宮家御霊場をたぶらかした知れ者、申し開きは仕置きの後でたっぷりしてもらおうか。覚悟しな兄ちゃん、このじいさんはすげえぞ。そこらのチンピラなんてみんな子供扱いだ。なんせ若い頃はクマも投げ飛ばしてたんだからな。おお、その話完全に受け入れてんだ。お、疑う理由がねえ。って、そんな話はいいんだよ。ジヤさん、俺あんたとやり合う気はねえ。てか、なんか俺のこと誤解してません？そうだよジーヤ、一番は私の仲間なの。少し落ち着いて。恐れながらジーヤは千歳様が心配でなりません。どんな口車に乗せられたか存じませんが、かような男を仲間などと。多少手荒になるかもしれませんが、千歳様にも目を覚ましていただきます。ジーヤ私の教えた護身術ちゃんと覚えておられますかな。久々に稽古をつけて差し上げましょうか。じいちゃん、なんか聞いてたイメージと違うぜ。腰の低いお人よしって言ってなかったか。それはあいにくだったな。このじいや千歳様に危険が迫った時はいつでも修羅に戻ろうと心に決めておったわ。よし行けじいさん、俺らはあんたの味方だ。頑張れよ。後悔すんなよ。かかってきやがれ。任せといて。やんのか。本気を見せたな。いつでもどうぞ。ほら、うわっ。全力で行くよ。ガンガン行くぜ。
せといて。ハミヤンハン、ぶちかます。次行こう。次の出来じゃねえか。なんというまさかこの私が膝を屈するとは。大丈夫かいジーヤさん。いやめちゃくちゃ強かったけどよ。もう年なんだから無理しないでジーヤ。私のことなら心配ない。確かに私がお教えした技はよく覚えてくれてましたな。ずいぶん腕も上げられた。安心して見ておれましたわ。なあジーヤさん、俺は父、いや千歳さんをたぶらかしてるわけじゃねえんだ。縁あっていろいろ助けてもらっちゃいるが妙な企みはねえ。そうですか。では今すぐに千歳様の前から姿を消していただけませんか。あ、いやそれは。ジーヤごめん、それだけは無理。私は一番たちを裏切ってひどい目に遭わせた。だから何としてでも償わなきゃいけない。私の方から一緒にいたいってお願いしてる。じいちゃん、千歳様、あなた様はハワイで何をしてるのです。何をっていうといろいろあるけど、あ、そうだな、全部ひっくるめて一言で言えば巣立ちの真っ最中ってとこね。巣立ち？それは富士の宮家からの。うん、家には言えないようなことばかりしてる。ジーヤにもね、ごめん。なるほど、そうですか。でしたら何よりです。え、我々が千歳様をお支えした日々が実を結んだというわけですから。教育とは子供を独り立ちさせること、そして自分の道を自分で選べるようにすること。もちろんもっとお世話して差し上げたかったと寂しくもありますがな。ごめんねジーヤ、いっぱい心配かけて。それと今までずっとありがとう。私などにもったいないお言葉です。ぜひご当主にもお聞かせください。あの方も千歳様のことを案じておられます。父にとって私はお飾りでしかないよ。家族は富士宮家当主の引き立て役、円満な家庭を持つ偉大な経営者を演出する小道具の一つ。ずっと見てたでしょ。もしかしてそれは家族写真のことですか。あの毎年大掛かりな人数で撮影していた。そういえば千歳様はいつも CM じゃあるまいしとむくれておりましたな。そこまでやった写真にも父はしつこく修正を入れる。あの人のやることは一時が万事全部そう。まず第一なのが自分と富士の宮の看板で、それ以外のことは二の次三の次。見栄えを良くするためなら加工も捏造も厭わないでしょ。あの人がそんなんだから。ちいちゃん、そんなんだからたたらチャンネルとやらに富士の宮の暴露動画を上げられてしまった。え、実は先頃ご当主はそのたたらが誰なのか
一人思い当たる者がいると仰せでした。それは富士宮の深い内幕に接しうる身近な人物で、かつご当主やグループに敵意を持つ者。そりゃ一体誰なんだろうな。ご当主はもし自分の思う人物がそのたたらであるならば、暴露動画が世に出されたのもご自身の身から出たサビであったろうと。父が自分のせいだって。たたらを敵対させた心当たりはいくつもある。そのことにやっと気がついたとのお言葉でした。以来私の目にはかつてないほど憔悴したように見受けられましたな。もちろんグループのダメージが大きかったせいもあるでしょうが、果たしてそれだけか。なんでジーヤ、そんな話をなんで私にするの。確かにそうですね。千歳様に言ってもせんない話でございました。ただ私が言いたいのは、ご当主と千歳様にはまだ話す余地があるということです。お互い言いたいことがあるのに口を閉ざしていれば、雪解けの機会も逃してしまいましょう。かもね。それを伝えたいがために、私は千歳様とこうして顔を合わせて話したかったのです。じゃあそのついでにまた護身術の稽古をつけてくれたわけ。恐れ入ります。俺の顔に何か。あなたがどこのどなたかは存じません。しかし先ほど拳を交え、裏表のない人間とお見受けした。今は詮索することを控えます。ですからどうか千歳様のことよろしくお頼み申します。わかってます。お任せくださいジーヤさん。結構では、あともう一つだけ、あなたには言っておきたいことが。はい。私が若き日熊を投げたのは間違いなく事実です。そのことは夢お疑いくださいますな。そうでしたか。これは失礼しました。では。よう、日本の侍ってのはきっとみんなああいう人たちなんだよな。さあどうかな。実は俺も侍には会ったことがねえんだ。日本人のくせに釣れないね。ごめんね一番、また私迷惑かけてばっかり。いいって。とにかく今回はジーヤさんが無事で何よりだったよ。けど元気な人だったな。あの年であんなに強えなんてよ。自慢のジーヤだからね。一番がそう言って褒めてくれるの嬉しい。ちーちゃん、やっと少し笑顔が戻ってきたかな。なんだかんだ元気なかったろ。ずっと俺らに引け目を感じてる。そりゃあね、私はエイジのスパイだったことをずっと隠してた。みんな水に流したって言ってくれるけど、私はまだ自分なりのけじめをつけなきゃって思ってる。ちーちゃん、あんま一人で抱え込んで思い詰めるなって。すぐ近くに最高の仲間が揃ってんだから。うん、
そうだね、一番な、だろみんな。ああ、当たり前だ。二人だけでこそこそ大事な話すんなって。まったくです。あ、何、みんな乾杯する気満々。そういう時は俺も呼んでくれなくてはな。いや、あんたはさすがに関係ねえだろ。まあいいじゃねえか、来るもの拒まずだ、だろ。たく、分かったよ、お前はいつもそれだ。理解できてきたな、富澤。お前なかなか飲み込みがいいぞ。ええ、見どころがありますね。もちろん、千歳さんも。どういたしまして。それじゃあまあ、行くか。乾杯！おっしゃ、乾杯！ありがとね、一番。お、oh?